はい、梅です。こんにちは。どうもどうも。今ディズニーシーの方に来てます。ケープコット来てるんですけども、ダッフィーの、この冬の新しいスズベニア付きセットが発売になりましたので、ちょっとレポートしたいと思います。今日は全身仮装で来てまして、ガスコンなんですけども、ベルもいますんで、ベル、はい、声だけ。こんにちは。はい、中野千代が相席で今日はいてくれます。はい、じゃあちょっと詳細というか、どんなスズベニアなのかはじゃあチェックしていきましょう。はい、じゃあ行ってきます。はい、まず順番に紹介していきます。まずこちらがケープコットクックオフのファーストプライズセットなんですけど、こちらメニューがね、パストラミ&ビーフパティバーガーっていうことで、これ変わってると思うよ。バーガーが変わった気がする。うん、バーガー変わってる。前ね、パストラミじゃなかったので変わってますね。うん、それでこちらが新しくもらえるこのランチケース、ランチケース、こちらがスケートをしている新しいイラストですよね。これが1月下旬までかな。はい、次のダッフィーイベント始まるまでの間のスズベニアになります。はい、そしてまずこれが変わったのと、はい、次の紹介いきます。はい、これがですね、新登場のスズベニアドリンクカップってやつで、好きなソフトドリンク、またはセットメニューにプラス1200円でつけることができます。プラス1200円って桁が違うね。ちょっとね、初めてのケースなの。一体何の飲み物なんだっていう。ソフトドリンクにまたはって、ドリンクの方が安いよね。安い。すげえ、完全逆転。おまけの方が高い。おまけが高いっていう初のケースですね。でもこれ透明タイプでちょっと高級感があるね。確かにね。はい、まずこれが蓋があるかな。蓋があるね。これが追加されました。このスーベニアじゃなくて、このスリーブは前からあるんだっけ。前からあります。でも捨てられるはないんだね。はい、はい、そして新しく新登場したのがこちらです。このホワイトチョコムースケーキ、冬っぽくていいね。はい、こちらにもですね、この、お皿、はい、こちらがスーベニアでつきます。これは込みで880円ね。はい、そしてもう一個、マグカップがまた加わりました。こちら今までマグカップと違ってる、可愛い感じになってるね。ちょっと丸みを帯びた可愛いデザインになってます。こちらミルクティームース、またムースかよって、まあ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 なんですけども、まあ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 、こちらも880円になります。で、この冬新しく追加になったのが全部でこの3種類、まあ、4種類、3種類なんですけども、で従来もらえてる、はい、こちらのミックスベリームースケーキとバニラムースケーキ、あのこういうフォーム、こちらのスズベニア併売っていうか継続ですね。なのでこちらは商品から消えているわけではありませんので、なので商品ラインナップとしてはかなり多いね。多いですね。お皿が2種類と、マグ2種類と、こちらの、スズベニアドリンクカップとこのスリーブ、そしてこちらの、はい、チョコレートのこのミニスナックケース、こちらも、継続ですね。はい、このようになってます。なのでググッと増えたね。プレートもグッと増えたので、皆さん選んでください。さあ、我々はどうする？全部ぶっちゃけどういうの欲しい？スーベニア集めてるので、両方全部、いや、うん、こっちはもう持ってる、持ってるので、まあ、当然みんな持ってるよね、こっちはね。こっちは持ってるので、うん、はい、これ、これ、そしてこれ、これで、ランチケース、ランチケースも全部買う、集めてるので。今全部買う、はい、え、これ食べきれる？正直私カカオアレルギーなので、うん、はあ、チョコが食べれません。おい、じゃあ俺じゃんけ。どうぞ。はい、じゃあなのでよ、お願いします。はい、じゃあ、俺はね、このファーストプライズセット、パストラミ&ビーファティバーガーはぶっちゃけ美味しい食レポできる自信がないので、それは、うんうん、チキンカスタバーガーにします。じゃあ考えようか。はい、はい、買ってきました。今回見てくださいよ、この合計4910円です。内訳言いましょう。まずですね、こちらのウィンターケース付き1950円、まずこれはあのスーベニアランチケース の, あのいわゆるセットですよね、あのハンバーガーのセット、はい、これが1950円で、ドリンクはオレンジジュースにしました。で、オープニングで紹介した通り、これにスーベニアの、ドリンクカップ1200円で付けることができます。
でそれをつけました。でさらにこの、ウィンターカップ付き、ウィンタープレート付きってあるんですけども、これはそれぞれダッフィーたちがアイススケートをしているあの新しい絵柄のプレートと、マグカップになりますね。はい、ですので今回我々が、注文したフードとスービンア一式はこちらになります。ででん、見てくださいよこれはい、まずはこちらが例の、ランチケースですね。そしてこちらの、はい、ドリンクスーベニア、はい、これは罠で、罠というか見落としがちなんですが、はい、セットのドリンクも、このスーベニアカップ付きに変更できますので、なのでこれとこれ、一つの、セットでこのランチケースとこのスーベニアを、両方取り、2個取りすることができます。そしてこちらの、新しいこのウィンタープレートとこのウィンターマグ、それぞれがこちらの、ホワイトチョコデザートについてくるわけですね。合ってるね、合ってるね。非常にややこしい。今俺自分で言ってても合ってるかどうか今ちょっと不安なぐらいややこしいんですけど、これねレジのお姉さんがすげえ大変で、これまでの、おなじみの、支店のですね、4人が持っている、四角い、プレートと、それからちょっとシュッとした、円筒、筒みたいなマグ、あれが併売で売ってるもんだからレジがものすごいややこしくなってて、特に外人さんなんか来た日にはもう指差し確認しながら、ね、注文とかしてて本当に大変そうでした。いやこれは複雑だわ。我々もですね、こちらのスーベニアをセットで買えるのをちょっとうっかり見落としそうになったぐらいですので、ね、なので、はい、皆さんご注意ください。はい、そしてそしてじゃあ梅さん、例のケープコットのセットないわとか散々言っておきながら、梅さん食レポどうすんのって気になった人は鋭い、はい見てください、食レポちゃんと、はい、チキンタツタに変えました。パストラミなんだっけ、パストラミビーフパテなんちゃらもね非常に気になったんですけども、絶対ですね、美味しい食レポができそうにもないので、チキンタツタにしました。でなんといっても新しく加わったのがこのスーベニアだよね。はい、これちょっとじっくりレビューしましょう。はい、こちらなんかスタバのカップみたいですよね。でこれ飲み口だからこれ口つけて飲むんだよね。でこの蓋が面白くて、これなんだろう、蒸気を抜くのかな。あ、見てちゃんとこれスライドが、はい、ちゃんとこれね連動しますよ。このね飲み口のこの口とこのスライドが連動していくよ。せーの、ほらちゃんと蓋になるんだ。なるほどね。はい、なのでこれをグーッと引くと、はい、蓋してくれるので持ち運ぶときにちょっといいかもしれない。セブンイレブンのコーヒーって持ち帰るとあの白い蓋のして持ち帰るんだけど、絶対コンビニから持っていくときにこの口からねコーヒータップンタップンしてこぼれるんだよ、セブンイレブンのコーヒーって。でもこの蓋スライドで蓋できるだけでも随分違うから、できないよりできた方がいい。これはねソフトドリンク用なので、この穴のところにはストローをつけてもいいかもね。でもこのストロー、でもこのストローねちょっと口が小さいので入んないかもしれない。パークのストローは多分これ入んないだろうな。もらってきた、じゃあパークのストローを刺してみようか。実験です。はい、じゃあちょっとベルが実験、足さん足やってます。足、はい、は入りませんでした。はい、じゃあ中見てみようか。これ中の紙取り替え式なのかもしれないからね、ちょっと中見てみます。はい、じゃあ開けて、じゃあベルに開けてもらいます。はい、開けた。中のこれペーパー取り替え式ではないですね、一体型で変えられません。はい、蓋の作り見ようか。動かして、あ、ちゃんと今のスライドの部分がほらほらちゃんと連動、こういう作りなんですね。はい、わかりました。はい、保温性残念ながらない感じだね。容量見ようか。はい、容量320なのでスターバックスでいうとショートとトールの中間ぐらいになりますね。はい、なんでこれ普段使いで使えると思うし、パークの中でもこれ使えるのかな。パークでこれドリンクくださいって言ったらこれについてくれるのかな、ちょっとわかんないけど。はい、普段使い本当にするもよし、タンスの肥やしにするもよし、皆さんお好きに使ってください。はい、こんな感じです。ありがとう。はい、はい、そしてマグいきます。
マグはですね、これまでレギュラーであったシュッとしたやつと比べて、こちらティーカップっていうの可愛くなってるね、下がシュッと細くなってて可愛い作りになってます。はい、そして内側に絵柄はないですね。なんで女の子にはこれちょうどいいサイズ感じゃないのかな。はい、こちらがマグカップ、そしてこちらがプレートですね。はい、四角のあのプレートに比べるとね、若干大きいかな。はい、これはなかなか使えそうですね。これ普段使いもいけそうですね。俺なら使っちゃうな。はい、裏面もちゃんとダッフィーって入ってます。はい、こんな感じね。ランチケースはまあいつも通りだからまあいいだろう、一応。はい、ランチケースはいつも通り安定ですね。はい、背面4人の顔が入ってます。はい、ですのでこれが悩みどころだね。1200円だからね、これ高いだから、1950円のランチケースにこれをつけるので3150円になりますね。はい、皆さん悩んでください。はい、スーベニア紹介でした。はい、じゃあいただきます。まずはですね、このチキンタツタいきますか。いやー、ちょっとね、絶対美味しくないと思ったので変更してしまいました、すいません皆さん。でもチキンタツタ俺一回レビューしてるので、今更なんで軽くパパパッと済ませます。で、軽く食べたらもうすぐこの後デザートいきますんで、まず待っててね。まずはこれからいきます。いやー、これね、ちょっとパオに比べると全然味が違うね。パオのが全然美味しいわ。多分これパンが美味しくないんだろうな。そうなんですよ、スーベニアとショーのおまけなんで、このフードがね。逆に言うとスーベニアもつかない、ショーも見ないだと、ぶっちゃけここで食べる意味はほとんどない。完食しました。まあ一度ね、ランドのプラズマレザイナーのチキンパオと、あとヒューディールイのグッタムカフェのローストチキンパオ、あとそれからこの2つのチキンパオを味をしてしまうと、ちょっとこれはね、さすがにちょっとね、物足んない。パンがなんかね、うん、パンがパサパサ。はい、じゃあ早速ムースかな、ケーキかな、どっちから行こう。トレーのデザートとカップのデザート、どっちにしようかな。じゃあトレーから行くか。じゃあこのトレーのやつから行きます。よいしょ。はい、じゃあトレーはこちらがもらえます。じゃあトレーしまっておきます。じゃあこちらのホワイトチョコムースかな。はい、じゃあこちらいただきます。はい、いただきます。あー、ちょっとねヨーグルトっぽいね。うん、ちょっとだけなんか酸味があるというか、まあでもムースだな。いつものムースが生クリームなんでこってりだな。ほんとたまにはゼリーにしてほしいわ。時々あるんだよね、ゼリー、うん、たまに思い出したからね、ゼリーが来るんだけど、まあ、ケープコットにゼリー絶対ないな。真ん中からね、ベリーのジャムが出てきたよ。見せようか、ほら。確かにな、あまりにワンパターンだったもん、味が。はい、真ん中からベリーのジャム出てきたんで、若干味に変化が出てきました。これはまあまあかな。はい、シンプルにですね、ホワイトチョコムースケーキスーベニア付きって書いてあるんですけど、メニューには。だからずっとホワイトチョコばっかりかなと思ったら、真ん中からこのベリーのジャムが出てきたんで、なんかね、一応味に緩急ついてますね。うーん、でもやっぱりムースなんだね。でね、これはね、ホワイトチョコのムースケーキって書いてあるだけあって、 100% ムースではなくて、ムースとね、スポンジのケーキが半々になってるね。でも飽きた、飽きるわ。はい、最後の一口です。はい、プレートのこのホワイトチョコムース完食しました。はい、またムースかよって感じなんだけどもね。まあまあまあ、一応スポンジもあって、ブルーベリージャムもあって、それなりに変化ついてます。あのプレートをゲットするためにはね、これを完食しないといけないんだよ。試練が待ってる、 絶対残したくないじゃん。みんなも絶対食べような。はい、続けて今度ミルクティームースです。
このね、またムースかって言ってる俺、ムースいねえんじゃんだよ。どんだけ過酷なこの、くそ。ミルクティーね。で、上になんかね、スライスとしたチョコ乗ってるね。いただきます。うまい。え？初めだけね、こういう。うまい。これね、ミルクティー好きだったら絶対美味しいと思う。うん、ちょっと待ってね。俺ね、ミルクティーのムースって初めて食べるけど、よくミルクティーの風味をね、ムース化してるね。全部食べれるかな。意外とうまい。なんかね、これムース下の方になんかね、果物があるんで、ちょっともう一回ちょっとじっくり食べてみます。これね、リンゴかアプリコットだね。アプリコットが一番下にちょっと入ってたっぽいね。個人的に生クリームがちょっと多い気がした。もうちょっとなくてもいいかな。でもこれ好みです。飽きたよ。これ一人で2個買う人いるのかな。いるよね。これさ、年パスとかだったらさ、分けて小分けでいいけど、めんどくさい。めんどくさい。だから1回のインパークで一気に買いたい人はこれ両方買うと思うんだけど、これね、一度の会計でね、ムース2連発、ほんとこれきついな。全て変えてほしい。もうちょっとムースとなんか何ゼリーとかさ、ちょっとこれは。でもね、このミルクティーのムースは悪くないね。なんかね、過去のムースの中ではまあ許せるね。これならまあ、くそー、あとちょっとだ。頑張れ。はい、完食しました。はい、完食のご褒美はこちらございます。これいいよね。普通にさ、お土産でさ、ホームスターとかでもさ、普通にどうだろう、これ500円ぐらい、400、500円はするよね。これお得感は普通になるよ。トレイよりもマグの方がいいかな。パッと見の好みだったり個人の使い方とかね、用途によるんだけど、個人的にこっちの方がなんかお得感というか、なんか実用的でいいなと思った。普通にお茶一杯分ぐらいになるからね。こちらのお皿はね、人によるんだけど、これ完全一人暮らし用なんかで、俺前の動画で言ったけど、最近さ、セブンイレブンの惣菜とかってさ、パックで売ってんだよね。知ってる？セブンイレブンのさ、惣菜コーナー行くとさ、なんかほら、なんかきんぴらごぼうとかさ、たけのことかさ、あとサラダなんか、筑前煮とかサラダなんかも、パックで売らずに袋で売ってるので、一人暮らしの人なんかでコンビニなんかで惣菜買ってくると、ちょうどこのお皿乗せやすいと思うので、使うんだったらこれですね。そもそもね、ダッフィーのスーベニアを本当に使ってる人がいるのかどうかっていうね。使わない？俺使ってるよ。はい、俺はね、パークのスーベニア類はね、普通に使ってるので、普通に使ってます。全然使う人、俺並べて飾ってるだよね。まあ食器棚の肥やしにするもよし、まあコレクタブルグラスみたいなもんだからね。でもこういうのってさ、本当に使えるからいいんだよね。本当に使えないようなダミーのものだとね、なんかこっちも本気にならないんだよ。使おうと思えば本当に使えるからこそ、なんかだったら買ってもいいやって気分になるんだよね、こういうのって。だから、そう、本当に使うかもしれないので、本当に使えるものじゃないとダメなんだよね。オタクなんかのさ、例えば抱き枕カバーとかさ、タオルとか、そう、タオルなんかもそう、本当に使えるからみんな買うんだよ、あれ。だから大事、こういうのは。でも本当に使えそうな質のいいものを提供してるところはすごい評価できます。質が良くなると買わないからね。はい、この冬新発売のダッフィーの、スーベニア付きの食レポでした。じゃあベルの中野チューンもありがとうね。はい、じゃあね、バイバイ。